はい皆さんこんにちは。シュークリームチャンネル栗村治でございます。2月8日月曜日の配信となります。2月に入りまして、いよいよ J スポーツのサイクルロードレース中継が始まるということで、我々にとっても開幕戦2021年やってまいりました。まあとはいってもですね、結構あの世界各国のレースが現状開催中止延期に追い込まれている中ですので、 えー、予定通りね、開催されるレースっていうのは、実はそんなに多くないというか、全体感、全体で見ても半分ぐらいになってますかね、えー。そんな中で、トップチームがですね、通常はあまりこう、たくさん集まってこないようなね、レースにも、えー、集結するという、ちょっと例年とね、違ったような状況になってるんですが、えー、そんな中でですね、本日は、そのツー、えー、J スポーツのね、サイクルロードレース中継、一発目となります、えー、ツールドラ、 <laughs> <で>ます <laughs> ツールドラえ、プロバンス。こちらのレースの模様ですね、えー。まずはプレビューというところでお伝えしていきたいと思います。はい。こちらになります。先週ですね、J スポーツのーブログの方にですね、シュークリアブログの方にアップした内容を中心に注目の出場選手等々をですね、ご紹介していければなというふうに思っています。はい。 で、まずですね、このツールドラプロバンスですけども、UCI プロシリーズのレースになります。u c i 2ロと書いております。まあ2というのはステージレースを表しておりますのでね。で、今シーズンの UCI プロシリーズの一発目のレースということになります。開催日程は2月11日から14日ということで、木、金、土、日の4日間で開催されます。今週ですね、もうね。はい。 で、南フランスのプロヴァンス地方というところで、まあ、まさしくツールドラ・プロヴァンスということになります。で、レースなんですけども、2016年に始まって、実は歴史の浅い大会なんですね。で、まあ、期間もね、4日間と短めなんですけども、えー、リゾート地、地中海に面した温暖な気候、えー、そして、ここね、昨年からモンバントゥというね、あの、お馴染みのツールドフランスをご覧になっている方にとってお馴染みの 森林限界なのかな森林限界ではないんですけど、頂上付近がですね、もう全然木が生えてないような、えー、こう、かなり荒廃した景色の山なんですけども、まあ、そんなことから、こう、死の山なんていうふうにね、形容もされてるんですが、まあそこをですね、えー、山頂フィニッシュにしてるス,ステージなども含まれておりまして、まあ、本格的な山岳コースも用意されているということになっております。で、そんなこともあってですね、 え、春先の調整レースとして多くのトップチームが出場するレースと一気に成長を果たしてます。プラス、今年はですね、えー、先ほどお話ししましたように、感染症の影響で、他のレースがね、なくなっておりますので、まあ、そのこともあって多くのチームが集まってきてます。はい。で、えー、そうですね。で、さらにですね、今年は、まあ、ツー・ド・フランスで、えー、ね、こちら、こちらですね。はい。ちょっと <laughs> ごめんなさい。 えー、先の話になっちゃいましたけど、ツールドフランスでね、モンバンティを2回登るステージが含まれているということもあって、おそらくその視察のために走っておきたいというね、そんな意思を持った選手も多数いると思います。で、えー、クイーンステージがね、そのモンバンティに駆け上がる第3ステージになるでしょうというところです。ちなみに昨年のこの第3ステージね、えー、モンバンティ駆け上がるステージを制したのは、ナイルキンタナでしたが、今年は、まあ、膝のね、手術明けということもあって、 不参加となっております。ちなみにナイロキンタナは2月の中下旬くらいのレースから戻ってくるということになってます。ちょっと飛んでしまったんですが、その4日間のね、ステージですけども、距離的には第1ステージがな約180キロ、第2ステージが170キロ、そして門番という駆け上がるステージが100約150キロ、そして最終日が160キロということで、まあそこそこね、春先のレースとしてはしっかりと距離をお キープしているというかね、あの、用意してあるような、そんなステージとなっております。で、そのレースなんで、そのステージなんですけども、ちょっとですね、公式ホームページを見たら、断面図が、コース断面図がなかったので、この平面図でご紹介していきたいなというふうに思う前にですね、私今日、この、いつものね、この栗のマークでおなじみの、 パール泉製のモンドリアンウェア、いつも着てますけれども、最近シュークリームラーチャンネルでは着てなかったんですが、今日これを着てきました。で、なんでかっていうと、このツールドラプロバンスのリーダージャージがですね、いいですかこちらです。はい。被ってます。<laughs> 別に、別に被ってるわけじゃないんですけどね。えー、この私の これはあのね、昔プロチームがあったベルナーリーノーさんとかね、グレックレモンさんが所属していたチームのオマージュ版ということで、ちゃんとこれはあの、モンドリアンカラーですからね、あの、なんていうか公、公共天才というか、あの、権利はね、ちゃんとクリアしておりますけども、そう、すごくそれに似ている、このリーダージャージと、まあ、こちら要するにモンドリアンカラーをね、えー、採用したリーダージャージというふうになっております。はい、すいません、話が飛びましたが。で、えー、その、こんなね、 リーダージャージを狙うツールドラ・プロバンスのコースなんですけど、このようになってます。プロバンス地方ということで、4日間ですね。で、えっと、まずですね、これ今あの4、4つのステージがここね、書かれているんですけど、えっと、第1ステージがこの赤、第2ステージが青、第3ステージが黄色、そして第4ステージが黒ということになっています個別のレースを見ていきますけども、先ほどお話し,しましたように、 コース断面図、横から見たプロフィール図がないので、えー、この上からの平面図になるんですけど、幸いですね、三角ポイントがこのように、えー、ちゃんとプロットされておりますので、まあ、そういった意味では、あの、コースの難易度がね、推測できます。で、第一ステージですけども、えー、と、まず最初に一級三角があるんですが、その後、三級三級三級で、まあ、ここちょっと周回するんですけど、ここも小周回かな。フィニッシュに向けてはですね、基本的に、 高い山がない感じですし、まあ、あの、海沿いですからね、どうなんでしょうね、この時期風の影響は分かりませんけども、スプリンターがね、勝ってくるのかなと、そんな感じが予測がされます。で、第2ステージです。第2ステージはですね、今度は北上しますね。最初に3級三角があって、そして最後、フィニッシュに近いですね、ところに3級と2級があって、フィニッシュ地点というところですので、これは結構ね、パンチャーというかね、 上りに強い選手が活躍してくるステージなのかなという感じです。第3ステージです。こちらがですね、シャレ・レイナールと書いてありますけども、こちらがですね、あの先ほどお話ししました、モンバントゥーに上がる、駆け上がるステージとなっております。で最初3球、3球とあって、この1球ですからね、モンバントゥフィニッシュということで、まあ、クイーンステージですね、はい。そして第4ステージです。第4ステージは、このようになってます。はい アビニョンをスタートして3級、3級、3級で基本的にはスプリンターなどが活躍するステージなのかなという感じです。最後、フィニッシュはサロンド・プロヴァンスということになっております、はいで。このステージなんですけども、こういった、ね、ステージで競われるわけですが、どんな選手が出てくるのか非常に 気になるところなんですけど、まずですね、J スポーツのブログに書いた、えー、この先週、出場選手紹介ですけども、2月6日時点の情報となっております。はい。えー、そちらを中心に見ていきたいと思います。まずアージェ、RJ ドゥゼルですが、えー、パレパントルとジュリリアン・カルメジャーノの2人を挙げました。はい。で、このパレパントルという選手ですけども、えー、前回のね、先週の放送でもお話ししましたが、はい。この選手です。えー、今シーズンね、 開幕戦ヨーロッパ、フランス開幕戦といった方がいいかな、の、えー、と GP マルセイエーズで、ね、優勝しておりますので、えー、そのパレパントル、まあ、昨年、ジロデータリーで総合16位だったということもですねご紹介したり、上りを上れる選手で、非常に調子がいいですから、今回のツード・ラ・プロバンスでも、ですねしっかりとこのアージェ・ドゥーゼルのエースを担ってくるのかなという感じです。はいでえー、続きましてですね。 こちらの選手になりますアジェ・ドゥゼルの次ですね、今度はですね、アスタナです。はい、こちら、アスタナですけども、ルチェンコ、ゴルカイザギそしてウラソフという3名をここに挙げました。ちなみにですね、アスタナは過去、このツールドラ・プロバンスと結構相性が良くてですね、過去の成績を見ると、まずですね、えー、っと、 昨年、ウラソフが第2ステージ、えー、勝ってますね。で、そのまんま総合2位という状態でしたし、えー、ルゼェンコがですね、ルゼェンコが昨年総合3位。そして、ゴルガイザギーでは2019年のチャンピオンということですので、えー、この3名とも過去、ツールドラ・プロバンスで表彰台に、総合表彰台に上がっている3名ということです。ですから、非常に相性がいい、えー、そんなチームですね。はい。 で、えー、今ね、ご紹介しましたように、こちらですね、ウラソフという選手。まあ、ロシアチャンピオン、こ、ね、れチャンピオンのこのウェアを着てますけれども、これは2019年なのかなはい。で、えー、そのウラソフですが、今年はですね、ジロデイタリアを狙うということになっております。ですので、まあ、ジロデイタリアに向かう、そのスケジュールの中でね、 このツールドラ・プロバンスが今シーズン開幕戦、彼にとっての最初のレースということになりますので、どういう走りを、ね、してくるのか、まあ、結構他のチームからもね、触手を伸ばされているというような情報もありますので、アスタナとしてもずっとこう置いておきたい、そんな有望な、ロシアのね、有望なステージレーサーなんですけども、今回のね、門番というのを登り、どうやって駆け上がっているのか、注目したいと思います。はい。で、続いてですが、こちらのチームになります。 バーレン・ビクトリアスです。バーレン・ビクトリアスの中ではスプリンターのバウハウス、そしてパンチャーの、ね、ディラン・トゥーンスで。今回ですね、このビルバオの走りに、ね、ちょっと注目したいなというふうに思っていますえ。ビルバオですね。みんな結構昔のジャージの写真のまんまなんですけども。<laughs> でそのビルバオですが、昨年は、ね、ジロディ・イタリアで総合優勝争いを、ね、展開して、最終的には総合5位と。 いうことでしたけども、アラシア選手がね、本当にこう、献身的なアシストをした記憶がありますが、今シーズンはジロデイタリアとツードフランスダブルツール出場する予定ですので、まあ、あの、ゆったりとね、あんまり無理をせずに、この、彼にとっても開幕戦ですよね。開幕戦、今シーズン開幕戦をスタートするのかなという感じがいたします。えー、続いてですが、えー、こちらのチームになります。はい。ちょっと。 ボールハンス・グロウェです。個人的にはですね、このアレオッティという選手、あの今シーズンからワールドチームに移籍してきた選手ですけども、まあ、じあのツードラブ・ニューで、ね、総合2位になったりとかしておりますので、ツードラブ・ニューで活躍するイコールその後大活躍っていう方程式がありますから、えーまあ、今すぐじゃないかもしれませんけど、ちょっと活躍したいなと思っております。でえー、やはりエースはグロスチャートナーかなというところですね。でグロス 今シーズンはですね、ジローと、そして、ブエルタに出場する予定となっております。彼も、あ、ごめんなさい。彼はですね、えー、今シーズン2レース目となります。エトワールド・ベッセージュ。ちょうどね、日曜日にフィニッシュしたレースですけども、こちら、総合48位で終えてますが、まあ、最終日の個人 TT15 位ということで、まあ、まずまずのね、走りをしておりますので、ま,あ、まずまずでもないかな。まあ、まだまだ調子上げている最中だと思いますけども、 おそらく、ブエルターはですね、このボーラーの、ブエルターではもしかしたらエースはね、になってくるかもしれないということが言われてますので、えーね、彼のその、えーと、今シーズン 2, 2戦目になりますけどね、注目したいと思います。で、ね、このボーラーというと、ちょっと気になるのが、あの、サガンがね、えー、サガン兄弟が感染症の陽性、反応出てしまいまして、まあ、合宿終わって、えー、戻るときにね、 PCR 検査が引っかかったということですので、まあ、乗り込み終わった後ですから、えー、この後、まあ軽症のね、軽症というか、それほど症状がひどくならずに後遺症が残らなければ、まあ、リカバーリーという意味でね、あのー、すぐ戻ってこれると思うんですけど、佐ンはやはり春先の、ね、クラシックレースを狙っておりますので、えー、ロンド・ファン・フランデレンとかパリ・ロイまであと2ヶ月ぐらいですからね、えー、早く戻ってこないといけないのかなという感じです。で、コフィリスです。まあ、ヘズスエララととか、ね、ニコラエデという こちらお馴染みのメンツという感じになっております。えー、続いて、ドゥクーニングクイックステップです。えー、クレルモンフェランのね、TGV と言われているエミーヴア・カバーニア。まあ、ですので、南フランスですからね、まあ、地元に近いというところですが、やはり注目はこの人、世界チャンピオン、ジュリアン・アラ・フィリップになります。はい。で、アラ・フィリップもですね、今シーズン、これが開幕戦ということになってきますので、 えー、今年はですは、ね、春先のクラシックレース、ロンドファン・フランデレンに出場してすするということですから、昨年はね、あのー、マチュ,ー,マチュー,、えー・ファンデルプールとワウト・ファン・アールトとこのジュリアナ・フィリップの3名で先、ね、戦集団段作ったんですけど、バイクに激突していたよとで、そこでシーズンを終えてしまったということがありましたけども、も、まあ、リベンジという意味で、えー、ロンドファン・フランデレン 出場するようです。で、このツルドラ・プロバンスが終わった後はですね、オムループヘッドニュースブラッドということで、まあその春のクラシックロンドとかね、えー、とこに繋がるレースに出てで、で、ティレノ・アドリアティコに向かうということですけども、ティレノに出るということはミラノ・サンレモにもね、出るはずなんですが、え現状ちょっとミラノ・サンレモのね、予定というのは入ってないようです。で、やはりツルド・フランス狙ってで、さらに東京五輪もね、意識してるのかなというところです。はい。えー、最初の アラフィリップのレースですからあの早めに手を挙げないようにね、注意してくださいはい。<laughs> さあえ続いてですけどもこちらのチームになりますグルーパーマイフデジアルノーデマールということになりますデマールも今シーズン最初のレースになりますがツールフランスに向かうアルノーデマールが足ならしということで先ほどコース調査でもねご紹介しましたようにスプリンター向けのステージがいくつかありますのでまあ、こちらでどれくらいね仕上がっているのかをこう披露するのかなというところです 今シーズン開幕戦ですから、はい、注目したいというふうに思います。さあ、続いてのチームはこちらになります。イネオスです。注目です。はい、イネオスはですね、やはりエガンベルナル、そして、えー、ミハウ・クフィ・アトコフスキクフィです。クビじゃなくてクフィです。はい、ということで、でえーまあ、この2人はですね、今シーズンすでに開幕をしております。先ほどね、お話した エトワールド・ベセージュの方にすで、えー、に出場しているということで,でそちらの方ですけどもクフィアトクフスキーが総合2位になりました、はいえー、状態ですからいいですよねクフィアトクフスキーが総合2位で、えー、ベルナルの方はですね、まあ、途中ちょっとこう逃げに乗ったりとか、まあ、見せ場を作るレースはしたもののですね あのまあ、全体的にはちょっと制裁をかくというか、まあ、やはり背中の痛みからの、ね、復帰レースですので、総合は64位ということで、えー、最終のタイムトライアルも、それほど無理せずにですね、フィニッシュしているということですから、まあ、このツードラ・プロバンス2戦目となりますけども、最終のエトワルド・ベステージの最終の個人ディティは35位でした。えー、ですので、徐々にね、こう調子を上げてくるというところになるのかなと。 いう感じです。まあ、あね。やはり、ベルナルに注目したいと思います。一方、ゲラント・トーマスもね、エトワールド・ベセージュは出ていたんですが、今回はこちらのレースには出てこないということになっています。はい、さあ、続いて、こちらのチームです。ロット・スーダル。まあ、今お話していたね、エトワールド・ベセージュの総合優勝を挙げたティム・ウェレンスが引き続き出場してくるということになります。はい。えー、ですので、 そうですね。あの、まあ、調子がいいですからね。普通に考えると、ティム・ウェレンスが、ね、この、2連勝をね、狙ってくるか分かりませんけども、ちょっと山が厳しくなりますからね。門番というが入ってきますので。しかし、相変わらず本当にこう、ティム・ウェレンスとね、デヘントさん、仲いいですね。この2人は、本当に仲良しというところですけどで。今回は、えっ、ー、と、 出場しないんかなデヘントさんはね。はい。えっ、ー、と、あ、今回も離れ離れとなるようです。はい。<laughs> さあ、続いてこちらのチームになります。モビスターチーム。やはりエンリック・マスが注目ですね。バルベルデさんは出てこないですけども、えあとね、カルロス・ベローナなどもメンバーに入ってますが、 えとそうですね。で、エンリック・マスのツイッター、こちらですね。はい。こちらです。男前ですね。いいですね。はい、ねこのソレル、マス、ね、バルベルデ、イヴァン・ガルシアっていうね、この看板、で女子選手、ね、このヨーロッパチャンピオンの選手も映ってますけど、まあ、今年はね、本当にチームとしても戦力が非常に。 熱くなっておりますので、注目のモビスター、エンリク・マスがエースとなりますで。そうだ、エンリック・マスですけども、えー、今シーズンはどういう予定かというとですね、ツール・ド・フランスとブエルタ・エスパーニャということです。ジロデイタリアはディズニー、ツールとブエルタ、まあだから昨年と一緒かなという流れになってます。はい、もうモビスターのね、看板選手というかエース選手ということで間違いないでしょう。はい、さあ、続いてのチームはこちらになります。チーム DSM です。 えちょっと注目はですね、マックス・カンターというスプリンターの選手を注目したいなというふうに思ってます。はいえー、マックス・カンターは、えー、っとですね、あれ、マックス・カンターさんから、すいません、えー、マックス・カンターさんはちょっと今、はい、ツイッターを用意しなかったですかまあ、あのスプリンター、若いスプリンターですので、まあ、今後、非常にね、 活躍が注目される選手ですけども、ね、現在23歳のドイツの選手です、1 7 6ンチですからね、それほどヨーロッパのスプリンターとしてはです、ね、まあ、その背の高さはないんですけども、昨年のブエルタではです、ね、ステージ3位が2回ということですし、えーまあ、かなりね、そのスプリントステージでは暴れてくるんじゃないかなという感じがします。ツーーードラブニールのススプリントステージでもね 捨て重賞をね、飾った経験がありますから、注目したいというふうに思います。はい。さあ、続いてのチームは、えー、こちらです。クベカ・アソスのハビオ・アルということです。はい。ね、アルが移籍しましたよね。あの、アルも、ツイッターの写真は UAE のまま <laughs> ですけども。えー、今シーズンは、冬場にね、彼の原点でもあるシクロクロスを取り入れて、 そして、あの世界選手権、ね、シクロクロス世界選手権も出るかなと思ったんですが、さすがにそちらは出ずにですね、ロードの合宿の方にね、参加をしておりましたが、まあ、とにかくずっとね、低迷をしています、2015年のブエレタ、勝って、まあ、昔ね、ジロでも総合にね2015年ですけども、大活躍しましたし、ツールド・フランスでも2017年総合5位ということですから、まあ、 本当にグランツールでね、活躍してきたんですが、制裁を書いております。まだ30歳なんですね。あの、黄金世代の1990年生まれで,ですので、まだまだチャンスはあるのかなというところです。今シーズングランツールどこに出てくるのかは、まだ、あの、表にはね、発表されておりませんが、当然ね、ツードフランスになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。え続いての選手はこちらになります。チームですね。はい。トレックセカフレード。まあ、チッコーネとモレーマがね、出てきますけども、チッコーネがね、 今後どうやってどういう感じで成長していくのか非常に気になるところですが今チッコーネはですね年齢でいくと20まだ6歳ですねはいまあツールドフランスでもマヨジョーをね来たことがありますしでこのシーズンですけどもそのツールには出ずに基本的にはジロデイタリアそしてブエルタという2つのレースをね走る予定となってます でどうなんでしょうね。えっと、ブエルターの方でエースを張る。えー、ジロ・ツールが2割ですので、まあ、ブエルターの総合をね、狙ってくる、そんな感じになるのかもしれません。はい。まあ、クライマーですよね。176センチで58キロですから、今の私と体重が変わらないんですけど、身長が176センチで、僕よりね、5センチか、5センチ高いということですので、はい。注目です。あの、門番というステージもね、注目したいと。 いうふうに思います。はい。さあ続いてのチームはこちらになります。UAE です。えー、スプリンター多いですね。クリストフ・トレンティンそしてルイコスター。まあ、ルイコスターねベテランのパンチャーですけどもで個人的にはこのシーズンからこの UAE に移籍してきたマッテオトレンティンの走りスプリントですね特に、えー、注目したいななんていうふうに思ってます。はい。これはヨーロッパ選手権ね、えー、彼のツイッターにはこの写真を使ってますけども。 で、えー、マッティオ・トレンティンですが、今シーズンはやはりまあ春先の、ね、クラシック、まあ、ほぼフル参戦というところです、えー。ヘッド・ニュース・ブラッド走って、クールネ・ブルースレ・クールネ走って、E3 走って、ヘント・ェベレフェンも走って、そしてロンドとパリ・ルーベということですから、でそのっ、えー、と、一応現状ではですね、ブエルタ組ということになっておりますので、えー、ジロ・ツールはどうなるのかなというところです。 マルセイエーズではです、ね、7位フィニッシュというところですからまあ状態はね、えー、そこそこ仕上がっているのかなというところです。はい、さあ続いてのチームは、えー、こちらになります、はいえー。アルケア・サムシックですね。ブアニとバルギルという、まあ、フランス人スプリンターとそしてフランス人クライマー総合選手ということになります。はいはい、バルギルさんはおなじみのこのツイッターですけど、まあ、あんまりね つぶやいいてないんですよねリツイートばっかりなんですね、バルギールは。リツイート専門というところになっておりますけども。<laughs> ね、そのバルギールですけども、このシーズンは、えーっとですねまあ、ツー・ド・フランス、UCI、プロチームですからあの、ワールドチームではないのでね、ちょっと出場権の問題でどうなってくるのかというところですけど、えー、まずはツー・ド・フランスの出場はね、あの先日発表あの、ワイルドカードが、ね、発表されましたので、ツールに出てくるということになってます。 昨年意外とね、あの、8月以降のワールドツアー再開後は非常に調子が良かった、えー、バルギルですので、あのー、欲しいですね、十分こう活躍も期待できるのかなというところです。まあ、そしてもう一人、ブアニーさんですが、えっ、ー、と、先日ね、開催されていたエトワールド・ベスエージのスプリントステージ、結局、あの、勝利はね、挙げられてないんですけども、あの、まずまず、 あの成績は残ししてました第1ステージ、ラポルトが勝ったステージでも、惜しくも2位というところでしたし、まあ、その他のスプリントステージでも上位に来てましたので、まあ、今回の2ードラップ・プロバンスのスプリントフィニッシュは、ブアリも、ね、非常に期待できるかなというところです。はい、続いてのチームですが、B&B のブライアン・コカール、はい、ですね、コカールも、そうですね、スプリント非常に注目されるというところ。 そしてデルコあとはディレクトエネルギーあそうかクリス・ローレスですねディレクトエネルギーはこのね、えー、クリス・ローレスの走りは非常に期待しておりますので、まあ、スプリントステージでねどういう走りをしてくるのか個人的には結構ねこのクリス・ローレスという選手があ,のあえてトタルに来たっていうのはちょっとこうサプライズでもあったんですけどまず、あ、らスプリンターとしてね勝ちを狙う存在 を選んだわけですから注目したいと思います、はい、であとは、えー、このルーベ・リール・メトロポールというね、コンチネンタルチーム、そしてサン・ミッシェル・オーベル、キャトバンキャトバン・ト,バントレーズか <laughs> あのいや。フランス語で93って、あれ何て言うんだっけなと思って、キャトバン・トレーズでいいんですよね。ちょっと今でませもう度忘れで最近。<laughs> はい さあ、ということで、えー、出場チームね、すべてチェックしてまいりましたが、まあ、この J スポーツではですね、十、あ、一、のー、月1あごめんなさい、2月の11日から14日まで、ライブでね、放送します。で、ちょっと放送予定が少し変更になっているというか、えっ、ー、と、放送時間が少し早まってますね、全体的に。はい。こちら、J スポーツ4と、そして J スポーツオンデマンドはね、 両方で4日間とも放送を配信するということです。で私は、えー、サッシャさんとこの最終日担当する予定ということに現状になっておりますので、えー、ぜひ皆さんもですね、こちらの今シーズン J スポーツ開幕戦ご注目いただければなというふうに思っております。で、また、えー、2月のね、今あの放送のお話をしておりますが、 えっと、ゲッチャリーとか我らワールドも今シーズンまた引き続きね、えー、お届けできるというふうに思いますし、3月以降のレース、放送予定、レース、うんレースの放送予定なんかもですね、近々、えー、発表はあると思いますので、またそちらも、えー、ご注目いただければなというふうに思います、えー。ということで、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えー、シュークレームチャンネル。それではまた次回お会いしましょう。さようなら